Adobe i g i デジタルエディションズは Adobe の電子ブックリーダーソフトウェア。Adobe i g i デジタルエディションズは Adobe の電子ブックリーダーソフトウェアプログラムで電子ブック、デジタル新聞、その他のデジタル出版物の取得、管理、および閲覧に使用される。このソフトウェアは PDF、XHTML およびフラッシュベースのコンテンツをサポートしている。当初は Adobe フラッシュを使用して作成され、 後に2008年5月のバージョン1.5以降、複数のデバイス間のドキュメント共有と、Adobe ID によるユーザー認証を可能にするデジタル著作権管理の独自のスキームを実装した。Adobe Digital Editions は、Adobe Acrobat eBook Leader の後継となる。Windows および Mac 版の Adobe Digital Editions は2007年6月19日にリリースされた。 初期のバージョンのソフトウェアには Adobe Flash Player 9.0を必要としたが Windows の Net3.5 に依存するバージョン2.0以降 Flash Player はサポートされなくなった Adobe 社は2007年に Linux 版の Adobe Digital Editions の開発を始めたがこれにはベータ版や正式版への更新はなかった Adobe Digital Editions は独自の アドビデジタルエクスペリエンスプロテクションテクノロジーデジタル著作権管理スキームを使用しておりこれは iPad や多くの Android デバイスを含むいくつかの電子ブックリーダーで実装されているが Amazon Kindle では実装されていないこのソフトウェアはコンテンツを最大6台のマシンにロックしユーザーはそれぞれのコンテンツを見ることができる2009年3月 リバースエンジニアリングブログアイキャバジズの作者は自分たちはスキームを破ったとしている。電子ブックを閲覧するとき、Adobe Digital Editions はデフォルトで電子ブックを PDF ファイルとして PC のローカルに保存する。これらのファイルは他のファイルのように扱えコピーもできるが、Adobe Digital Editions 以外では開くことはできない。Adobe 社のウェブサイトには商標ページと オーバードライブ社との互換性がある胸の記述がある以外はアデプトに関する情報はほとんどない。2014年10月6日、アドビデジタルエディションズバージョン4が閲覧書籍及びマシン中の書籍リストなど電子ブックに関する広範な情報を暗号化せずにアドビ社に送り返していることが報じられた。エイド4は開かれた電子ブック、読まれたページ、書籍のタイトル、 出版社、様々なメタデータ、ユーザー ID、読量時間、IP アドレス、順序など様々な情報の収集やマシン上の電子ブックのメタデータスキャンを行っていることが分かった。また情報は、非暗号化の HTTP コネクションを通じて、プレーンテキストの自身データとして送信されており、第三者が容易に読めるものだった。このような動作は、セキュリティ上問題であり、 様々なプライバシー法に違反する可能性が指摘された。これに対してアドビは、これらの行為は使用許諾契約によって正当なものとし、現在読まれていない書籍についてはデータの収集はしていないと回答した。具体的にはユーザーから収集したすべての情報は、単にそのようなライセンス検証などの目的のために収集され、 出版社が異なるライセンスモデルの実装を容易にします。さらに、この情報は、ユーザーが現在読んでいる電子ブックについてのみ収集され、ユーザーのライブラリー内や他のリーダーで利用可能、読み込む電子ブックでは収集されません。ユーザーのプライバシーは Adobe にとって非常に重要であり、Adobe デジタルエディションズのすべてのデータ収集は、エンドユーザー使用許諾契約書及び、 Adobe プライバシーポリシーに準拠しています。2014年10月に Adobe は Adobe 安全な送信でデータを送信するバージョン4.01のソフトウェアをリリースした。ありがとうございます。